ファンニ・ブラーテはスウェーデンの女流画家であるパリで学ぶ。主にインテリアを手掛け、絵画では家庭で見られる幸せな情景を描いた。ストックホルムに生まれた。父親の仕事はスウェーデン王族ベステルイエートランド公爵の火災であった。ストックホルムの美術学校を卒業し、1879年にスウェーデン王立美術院に入学し、1885年に 賞を得て美術院の援助で外国留学した。1887年にはパリのアカデミーコラロッシで学んだ。1887年に学者のエイリック・ブレイトと結婚し4人の娘を育てた。1891年スウェーデン芸術家協会の会員となった。スウェーデン国立美術館は1943年に収集された彼女の作品の記念展示会を 開催したが、そこでは126の作品が展示された。裏ーては、油絵の具と水彩絵の具で絵を描いた。彼女の作品は、スウェーデンの19世紀における、中産階級の生活を描写しており、重要かつ文化的な遺産価値を持っている。グスタブ賛成様式は1900年前後の、スウェーデンで流行していた家具やインテリアの様式で、あるが、もともとは、 初期新古典主義トレイ16世様式の影響を受けた1760から90年代の室内装飾である。ブラーテの1902年の油彩画は制作当時のグスタブ3世様式の室内装飾を描き出した代表的な作品の一つである。ありがとうございます。